岩手の木炭生産者が内閣総理大臣賞に輝きました。木炭王国岩手の技術を継承し、自らも名を研鑽に励む生誕技師をご紹介します。グッドラックストーリー。久慈市山形町の八地林業で鎌町を務める八地司さんは、第57回農林水産祭林産部門で内閣総理大臣賞を受賞しました。まさかでしょって言いましたわ、取れると思ってなかったので、そういう技術者が賞の対象になるっていうのも異例ですよ、木炭でも異例ですよ、異例ずくめのパターンでもらったんで、またそれも超びっくりしてるっていう、29歳で木炭を作り始め、わずか5年で岩手県木炭品評会の最優秀賞を受賞。現在まで農林水産大臣賞や林野庁長官賞を11回受賞してきました。最初はやっぱり結構クレームはありました。でもどうやったらクレームが来ないような炭に焼けるかなっていうことを考えて、ちょっとやり始めて面白みを感じ始めた頃なんですね。他でやらないようなことをやっぱり努力して、で自分でその毎日のノートを書いて、そこの中で知識をこうたくさん持っていったって感じですかね。煙の色と匂いで窯出しを判断する八地さんが作るのは、重くて硬くて日持ちがいい炭。木炭王国岩手を支える確かな技術です。木炭王国って呼ばれる理由ってどんなところなんですかね。資源もあるし、土もあるし、でやっぱり人もいるし、でそういうのもあって生産量1位だと思うんですよ。岩手県の品評会は特殊なんで、農林水産大臣賞は岩手県だけなので、品質も国からもう保証されている。昨年岩手県生誕技師の認定を受けた八地さんは、生誕技術の継承にも取り組んでいます。釜を作るとか炭を作るとか全部指導できる立場であるので、ちゃんとしたもの、いいものっていうのはこういうのだよってつないでいくのが今は使命じゃないかなと思ってます。はい。日本を代表する生誕技師が木炭王国岩手を牽引します。いい炭作るぞ。グッドラック。お客様に笑顔を提供できるよう日々調整していきます。この番組はコーレクの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。